こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。ここ2日ほどですね、内申点と当日点どんな関係にあるのというのをお話ですね、係数で数字ばっかりのお話を差し上げましたけれども、なかなか難しいというか、とっつきにくいというか、特に、初めてのお子さんが受験に向かうよということになると、なんだかよくわからないよねというお話になるのかなというところで、コメントもいただきましたので、以前に一度埼玉県の県立高校の、内申点の計算の仕方動画にしたかもしれないんですけれども、したとしてももう3年ぐらい前になってますので、今日はまたそのお話をしてみようかなと思います。ですので、長い話にもなりそうですし、もうすでに知ってるよという方は、もう飛ばしていただいて、ご覧いただければ私は嬉しいですけれども、ご覧いただく必要ないのかななんていうことも考えつつですね、横道にそれることもあるかと思いますけれども、長い動画を覚悟して、いろいろおしゃべりしていこうかなと思います。で、今日の日付が4月の27日、今11時半ぐらいですかね、曇っている土曜日ということになります。で、昨日までのお話で、ここに春日部高校、不動化高校、越谷北高校の高校別にですね、こんな係数をかけて計算してますよ、一次選抜、二次選抜ということですね。で、二次選抜で、一次選抜で惜しくも、不合格になって、もう二次選抜でなんとか、ひっくり返すためには、内申点1点分を、当日点で取り返すためにどのぐらいの、パーセンテージで重みが変わってくるのなんていう話してきましたけれども、そもそも内申点の計算の仕方も、なんだかピンとこないしというご家庭もあるのかなというところで、今日は実際に手を動かしながらお話を進めていければなと思います。で、まず大前提のところなんですけれども、多くのですね、特に一生懸命真面目に考えるお母様が多いのかなと思っていますけれども、最初にかけ違えてしまう、かけ違えがちなボタンというところで、入試っていうのは、資格試験とは全然全く異なる試験ですよということを、ご理解いただければなと思います。で、よく聞く質問なんですけれども、何点取れれば受かりますかとか、あとは内申点はいくつないとダメなんですかねとか、そういう話を聞きますけれども、資格試験の場合ですね、合格点、要はこの問題を解いて、合格点を取れれば、例えば60点を超えれば、何人60点を超えても超えた人はみんな合格ですよというパターン、これが資格試験の形です。例を挙げるとすると運転免許ですね、あとは英検なんかもそうですよね。このテストを解いてこの点数以上だったら何級合格ですよという形が資格試験という形になります。ただ入試の場合にはそういった形ではなくて、嫌な言い方ではありますけれども、何人蹴落としたかで合格が決まる試験ということになります。要は定員内の順位で、順位になれれば合格ですよ、定員が埋まってしまった後の順位だと不合格ですよということになります。なんかこれ、言われてみれば当たり前の話なんですけれども、ここをかけ違えてしまうと、先ほどのこの質問ですね、何点取れれば受かりますかとか、あるいは内申点はいくつないとダメですか、特に細かい話だと、1年生の時に36、2年生の時に36、3年生の時に37を取ったんですけれども、これだとダメですかですとか、あるいは、先日のお話で出てきた、こういった表ですね、参考値になるような、これは一時のデータを持ってきていますけれども、不動化高校の内申点は41という形で出ていますけれども、じゃあこれ41っていうのは、3年間通して41が3回続いたことを意味していますかですとか、あるいは40、40、41っていう形で取ってきたんですけれども、これだと不動化高校は落ちてしまいますかですとか、そういった話につながっていくということになっていくのかなという気がしています。ですので、そんな細かい話ではなくて、あくまでも基準ということで、先ほどの41でしたら、41が、3年間
続いた人が基準、まあ、このぐらいの内申点を持っている人だったら、これですね、偏差値が64ぐらいあると不動化高校は受かるんじゃないでしょうかねという、あくまでもぼんやりした基準という形で考えていただいて、ここから1点でも減ってしまうともう合格の目はないみたいな形で捉えてしまうと、それは資格試験ではないですよというところにつながっていきます。ただ、こちらですね、何人蹴落としたかというのが重要になってくるということになりますので、まあ、昨日までお話ししてきた、得点の、内申点での1点と、当日点での1点で重みが違いますよ。ですから逆転するとしたら、内申点でこれだけ差 があるなとお考えなのであれば、それに見合う形で、当日点で逆転するためにこのぐらいの点数は取ってほしいよねというお話につながっていきます。で、今日のお話で実際に手を動かしてみようと思ってですね、こんな形で、春日部高校と、越谷北高校の、去年のものではあります。今年のものはまだ、発表されていないので、令和6年の、入学者選抜基準というのを持ってきています。で、そもそも論として、まずここがお分かりいただいてない方が、少しいらっしゃると思うの、いらっしゃるかもしれないと思うので、少しここを解説していこうと思うんですけれども、ちょっと拡大してですね、学習の記録の、1年の時は1倍、2年の時は2倍、3年の時は4倍という形で、春日部高校は、記述されています。ですので先ほどの内申点のお話ですけれども、内申点、1年生の時の通信簿の数字、それは、9科目で、5段階評価ですので、オール5で、5区45、9科目ですか。ですので45点満点を、1年生の時の成績は1倍のまま足し算しますよ。で、2年生の時の数字は、2倍して足し算しますよ。で、3年生の時の数字は4倍して足し算しますよ。そうすると、45点満点が、3年分で3回分ですね、それぞれ掛け算して、足し込むことによって、315点満点ということになりますよという計算になります。で、それ以外の部分ですけれども、特別活動の記録、この部分ですね、あとはその他の項目というのを得点を足し算して合計500点満点で、合否判定をしますよということになるんですけれども、先日お話をした、一次選抜での掛け率というのは、500点満点で集計した得点なんだけれども、それを合否判定をするときには334点まで圧縮をして掛け率をかけて小さくしてしまって、学力検査当日の得点500点満点と足し算をして、で、834点満点で、合否判定をしますよ。で、合格者というのは、入学許可者の、60% ですので、春日部高校の場合は380人ですか。380人のうちの 60% の人数はもうここで合格を決めてしまいますよということになります。で、残りの 40% については、まあ、春日部高校の場合は3次選抜があるので、一概に言えないところは 1% 分だけありますけれども、まあ、ざっくりとですね、 40% の入学許可者を合否判定するのは、まずこの1次選抜で合格した人は脇へ置いてしまって、もう合格が決まってしまっていますので、で、一次選抜で不合格になってしまったお子さんの、得点をですね、今度は、500点満点で集計をした、内申点、これを215点までさらに圧縮率を高めてですね、小さくしてしまって、で、当日の、学力検査の得点500点満点と足し算をして、で715点満点で順位を、入れ替え直すというか、順位表を作り直しますよということになります。ですので、よりですね、こちらですね、当日の学力検査に重みが増すというか
そういった状態で順位付けをして、で残りの人数を合否判定しますよということになります。ですので、その時に一次選抜で落ちてしまったんだけれども、二次選抜で合格をするということになると、二次選抜では一次選抜で落ちてしまったお子さん同士が競争する順位で少しでも上に入っていかないことには合格ができませんよねということになっていきますので、じゃあその時にもともと内申点でハンデを背負っていた、若干遅れを取っていたお子さんが、ここで逆転をして順位を入れ替えるためには、内申点1点分を、逆転するために当日の得点で何点必要なのという話が先日来のこのお話ですね。64.37% ということは1点逆転するためには 0.6437 点、まあそんな数字ない、そんな得点は取りようがないんですけれども、まあ 0.64 点取れれば、内申点の1点分の価値と同じということになってきますよというお話になります。で、実際に手を動かしてと思ったので、まあこんな形で A 君 B 君 C 君という例を持ってきました。で、まあ上の A 君 B 君 C 君と下の A 君 B 君 C 君、全く内申点同じものですので、全く同じことをやっていこうと思うんですけれども、まあこれ A 君が、ある個人がということではなくて、まあ例えば春日部高校を志望しているお子さんで A 君みたいな内申点を持っている子はたくさんいるよね、で B 君みたいな、内申点を持っている子もたくさんいるよね、で、C 君みたいな内申点を持っている子もたくさんいるよねということで、でその中で、その、内申点は先に確定してしまいますので、その内申点を持っている状況で当日得点がどういうふうに変わっていくと、A 君 B 君 C 君の、順位が入れ替わっていくのかということにつながっていきます。でまず上の A 君 B 君 C 君ですけれども、こちらをですね、春日部高校の基準ですね、学年ごとに1倍2倍4倍という形で、通信簿の得点、を計算をして、で315点満点で集計するとどうなっていくのかというところですけれども、ペンが太いので少し細めにしましょうか。感じでどうですかね。A 君が、A 君の一応事前に計算をしたんですけれども、A 君が、274点ですか。点ということになります。で、B 君は春日部高校基準で計算すると266点ということになります。で、C 君が252点という形になります。で、ここにちょっと色を変えて書きますと、この差がですね、8点。この差が14点。もう内申点の時点で、この基準ですね。この基準で315点満点で計算をすると315点満点のうち A 君は274点、B 君は266点、C 君は252点ということで差が8点と14点、それぞれもう差がついていますよねということになります。で、これをですね、一次選抜の時に500点満点で集計したものを334点まで、こういう形で圧縮してしまうということは 0.668 倍されますので、ここ書いておきますね。 0.668 倍という形になりますので、そうすると A 君の一次選抜での得点というのは 183.0 ですか。で、B 君が 177.7 ですか。で、C 君が 168.3 ですか。こんな形になります。ですので、そうすると、ここでの差というのは当然掛け率が
1より小さい掛け率がかかっていますので、そうするとこれが5点ぐらいですかね、5.3 ぐらいですかね。でこちらが9.3 ぐらいですかね、 9.4 ぐらいですかね、の得点という形になります。そうすると、一次選抜で、合否判定をされるときに、この得点だけひっくり返せれば、順位が入れ替わりますよねということになります。ですので、A 君が、まあ、仮にですけれども、さらに色を変えましょうか。A 君が当日得点で、仮に350点を取りましたよとすると、350点と183点を足し算しますので、これ10点足す183点ですので533点で、合否判定をされます。その時に B 君が、何点取ればいいのかなっていうところですけれども、 177.7 点は足し算されますので、533点から177.7 を引き算すると355.3 ですね、点取れれば、これと並ぶことができますよねということになります。ここでの差がなくなりますよねということになります。で、まあ、0.3 点という当日点取れませんので、じゃあここ6点取れればいいんだねという、計算になります。ですので6点取れれば、A 君よりも6点多く、ですので2点の問題を3つ、あるいは3点の問題を2つ、余計に得点することができれば、この順位はひっくり返りますよねということになります。で、さらになんですけれども、これを声ずらして場所を作りますが、二次試験の場合、二次選抜の場合ですね、二次選抜の場合の掛け率というのは、0.43 倍ということになります。もう一度繰り返しになりますけれども、迷子にならないようにこの部分ですね、215点までこの500点が圧縮されてしまいますよということになりますので、そうするとその掛け率というのは 0.43 倍ですよねということになります。そうすると、274点内申点を稼いできた、A 君ですけれども、この掛け率をかけてしまうと 117.8 点で、 B 君が 114.4 ですか、四捨五入がうまくできているかどうかで多少ズレがあるかもしれないですけれども、C 君ですと 108.4 点ですか。そうすると、これだけ、差が詰まってきますよねということになります。でここの差が、3.4 ぐらいですか。でこの差が、6点ですかということになります。そうすると、そもそもの話、最初のところで、B 君と C 君は14点も差があったのが、一次選抜の時では9.4点しか差がないので、まあ、10点ですね、多く取れれば A 君と逆転することができるよね。ですので、A 君が350点取ってギリギリ受かったよということであれば、その A 君を蹴落とすためには10点多く取れば A 君がギリギリ不合格で C 君がギリギリ合格ということになったということになりますし、さらに二次選抜でその争いが同じように起こったということになると、C 君にとって必要なのは6点、これおかしなこと言いましたね私ね、10点じゃないですね、 A 君と比べると14点、15点ぐらいですか、ですよね、ということになりますし、B 君も抜かなきゃいけないですからね。そうすると、こちらで考えると、二次選抜で考えると、10点ですか、10点多く取れれば A 君を逆転することができますよ。まあ、もうちょっと手前にいる、B 君を逆転するということになると、6点だけ多く取れれば B 君と並ぶことができますよねということになります。でこれが春日部高校の場合ということになります。
で、同じ話なんですけれども、こちらが越谷北高校ですね。越谷北高校の場合は、各学年の掛け率が1倍1倍2倍という形で、春日部高校に比べると、春日部高校の傾斜はこういう形できついんですよね。こういう傾斜なのが、越谷北高校の場合にはこんな形の傾斜ですので、学年での掛け率が小さいですので、掛け率も、全く別の話となってきて、満点自体も180点というところになってきます。で、それをですね、同じ A 君 B 君 C 君で越谷北高校で集計をすると、これ赤にしておきましょうか。A 君は156点、 B 君が151点、 C 君が144点ということになります。で、これを色を戻して、越谷北高校の場合の、一次選抜の掛け率が 1.240 ぐらいですか、07ですので1にしておきましょうか。で、この掛け率をかけると、A 君の一次選抜での内申点というのは 193.5 で、 B 君が 187.3 で、 C 君が 178.7 ぐらいですかという形になります。そうすると、この差というのが 6.2 ぐらい、この差というのが8.7 ぐらいですか、ということになります。ですので、この差をひっくり返せばいいよねということになって、当日の得点で、8点ひっくり返せば、8点には足らないんですか、9点ひっくり返せば C 君は B 君に並ぶことができますし、B 君は 6.2 ですから、7点多く取れば A 君にを追い抜くことができますし、で、 C 君が A 君と並ぶ、 A 君を追い越すためには、もうこの足し算の部分ですね、15点ぐらいですか、をひっくり返せれば、合格を勝ち取ることができるよねということになります。で、二次選抜の掛け率というのが、北越ですと 0.8 倍ということになってきますので、A 君の内申点というのが 124.8、B 君が 120.8 で、 C 君が 115.2 ですかということになると、この差は4点、この差は5.6 点ということになりますので、C 君も10点多く取れれば A 君と肩を並べるということになりますので、肩を並べるどころか 0.4 点追い抜くことができるよねということになってきます。で、ここで注意していただかなければいけないお話というのが、色をまた変えましょうか。で、注意しなければいけないお話というのが、こちらですね。春日部高校を受験しようと思っていたんだけれども、C 君、この内申点ではちょっと厳しいんじゃないの、偏差値的に少し下げて、本当に下げれば受かるのかどうなのかわからない微妙なところではありますけれども、越谷北高校に下げれば合格しやすいんじゃないの、少なくとも B 君たちのライン、ここは追い抜きやすいよねということで、越谷北高校に仮に志望校を下げたとしても、この B 君を追い抜かなければいけない数字というのは変わらないですよということになります。ですので、B 君を追い抜かせそうもないので、春日部高校を辞めて越谷北高校に志望先を変更したとしても、結局のところ、B 君のレベルのお子さんたちを蹴落とすためには結局6点必要だったよねということになるので、これは変わらないよねということになります。で、同じようなことが B 君にも言えて、 B 君も、この内申点で不安なので、春日部高校で A 君を蹴落とすためには、二次選抜でも4点余計に取らなきゃいけないよということになってくると、ちょっとこれは不安だよね、
って、越谷北高校に下げようかということになって、A 君たちを、A 君レベルの、ライバルたちをですね、二次選抜で蹴落とすことができるのかというと、結局同じ得点差がそこに生まれて、逆に言うと、0.6 点分ですか、余計に取らないとひっくり返すことができないですよということになってきますので、安易にいない、偏差値だけを追いかけて、で偏差値で、学校の偏差値と言われるところを基準に、春日部高校の偏差値よりも越谷北高校の偏差値の方が低めに出ているし、自分の偏差値に近いから、志望先を変えた方が合格しやすいよねというふうに考えてしまうと、これが、落とし穴というか、結局何人蹴落とさなきゃいけないのかというところ、あるいは少し上のライバルたちを一人でも多く追いつけ追い越せで、やっつけなければいけないか、そのために必要な得点というのは変わらないよねという話になってきてしまいます。ですのでそこをぜひ注意していただいて、志望先を、まだまだ 早すぎる話ではありますけれども、夏休み以降ですね、こういう話が現実味を帯びてきますよということになってきます。で今日お話しした内容の中にはですね、この部分ですね、特別活動の記録、あとはその他の項目の得点、こちらは全然含んでいません。こちらはですね、情報が少なすぎて何とも言えないところがありますので、そこは、加味せずにお話を進めてきましたけれども、ここで注意しなければごめんなさい、注意しなければいけないのが、この2つの高校を並べてみていただいた方が分かりやすいですかね。そうすると、当然この満点の数字が違うというのはもう全く別の集計方法という形になってきますので、それは注意が必要といえば注意が必要なんですけれども、得点できる加減というのがだいぶ変わってきます。例えばですけれども、越谷北高校ですと、加減で考えると学級活動、生徒会活動、学校行事などについてのところですけれども、一番、ちょびっとでも点数がもらえるよねというのがこの区分 C というところになるんだと思うんですが、学校行事における顕著な取り組みがあれば、多少点数くれますよという記載になっています。実際に何点くれるのかまではわからないんですけれども、1点なのか2点なのか、3点なのか5点なのかわからないですけれども、何かしら点数はくれるよねということになります。一方ですけれども、春日部高校の方ですと、ここですね、学級活動、生徒会活動で、得点がもらえるのは生徒会長と生徒会副会長しか記載がありませんので、これ以外ですと得点はもらえないということになってくるんだと思います。で同じようなことが部活動等でも言えて、選抜選手等でも、得点がもらえる、越谷北高校に比べて、春日部高校の部活動等のところを見ると、一番ちっちゃなところでも地区大会選抜、こちらはそんなに変わらないというところがあるかもしれないですけれども、選抜選手でもらえるよということになります。で、その加減のところで顕著になってくるのがこれですかね。資格のところで A 県を見てみると、越谷北高校では A 県準2級で得点できる、というところでありますけれども、春日部高校の資格のところを見てみると、A 県は2級以上ということになってきますので、準2級を持っていて、で、越谷北高校を受験するということになると、ここはプラス加点になりますけれども、準2級を持っていて、春日部高校ということになると、ここはプラス0点ということになってしまいますので、そこはぜひ注意をしていただいて、で、もし春日部高校から、
越谷北高校にこういった形で志望校を変えるかもねというところになってくると、この準2級は持っておいて損はないよねということになりますし、越谷北高校から春日部高校へ志望校を変えるということになると、どうせ準2級しか持っていないんだとしたらプラスどうせ0点なんだから、この上の部分ですね、上の部分のこの学習の記録の315点のところでの勝負ということになってくると思います。 で、ですので、まあいろいろ手を動かして実際に計算をしてみましたけれども、こんなことが見えてくるのかなということになってきます。で、さらにまあ余計なことかもしれないですけれども、偏差値と呼ばれているグラフ、まあよく見かける話だと思うんですけれども、まあこんな釣り鐘型をしていて、偏差値こちらが、まあ75ぐらい、こちらが25ぐらいで、ちょうど平均点ラインのところが50ぐらいで、上へ行くとこれが人数ですよということになっていて、で、まあ北進テスト等々で、偏差値ということが、出てきますけれども、まあ現実問題として、春日部高校が、偏差値68ぐらいで出てますかね。で越谷北高校が66とか7とかで出てますかね。そうすると、この辺のラインですよね、この辺にちょうど65から68ぐらいのお子さんがこの人、まあ、このグラフにおける人数分布としてはこの辺のお子さんがいますよということになってきます。でも実際的には、願書を出してきた人しか、その高校で試験を受けるということはありませんので、まあ、当たり前の話ですね。ですので、結局この願書を出してきたこの層のお子さんたちだけを、集計して順位評価をしますので、偏差値グラフとしてはきっとこういう極端に狭い範囲のグラフになるかと思います。ですのでこの中で、まあ 1.2 倍ですとか 1.3 倍ですとかという倍率になるということはこんな感じですよね。ここが不合格者ということになってきますので、とってもこの狭い範囲のこのと、まあ、ぴょこっとつくしみたいに飛び出た、このグラフの中のこの尻尾にさえ入らなければ合格ができるよね。で尻尾に入らないためにどうやって、一番最初のお話ですけれども、何人蹴落とすことができるのか、まあ、嫌な言い方ですけれども何人蹴落とすことができるのか、まあ、その蹴落とすのが、1点でもいいから、1人でもいいから多く蹴落とせれば、こちら側の合格者の方に入れますよねという勝負になってきますので、これですね、36なんですけれども、合格できますかね、合格できませんかね、これが37だったら、合格できますかねという話を、突き詰めていって、そこで、一喜一憂する意味というのはほとんどなくて、そこで一喜一憂する時間があるのであれば、英単語の一つでも多く覚えていっていただいて、ここでこんだけ差がある得点差ですけれども、結局のところ、実際に合否判定されるときにはこれだけ小さなものになってしまいますので、当日の得点をいかに多く取るのかで、内申点は、夏休み明けぐらいにはもうほぼほぼ確定という状態になってしまいますけれども、そこから半年間まだ時間がありますので、その、残った半年の時間の中で伸ばすことができるのは当日点の方だよね。この、一番最初の方にお話ししましたかね、 A 君が350点でギリギリ合格ギリギリ不合格のところでフラフラ、どっちかなという、もしボーダーにいるとしたら、その A 君を蹴落とすためにはあと5点6点多く取れば、これですね、多く取れば、A 君に代わって B 君は合格できるよね。で、二次選抜での争いになったら4点で済むんだよね。じゃあその4点を取るために、まあ無駄な一喜一憂、これを37だったら合格できたかもしれないのに39だったら
39を取っているあの子にはかなわないかもしれないというお悩みを、悩むよりは英語の、単語一つでも多く覚えていただいて、でこの3点4点、多くても5、6点の話を、何としどういうふうにして、ね、詰めていくのか、何としてでもひっくり返すんだという意気込みで、秋以降を過ごしていただくことによって、十分合格は見えてくるよねということに なってくるんだと思います。で一方ですけれども、昨日お話しした、偏差値レベル帯に下へ行けば行くほど、例えばですけれども越谷南高校の普通科、この掛け率が 1.2 倍ですとか 1.8 倍ですとかという形で大きくなっていくということになりますので、掛け率この数字を変えてみていただくと、分かると思うんですけれども、最初8点しかなかった数字、これが1.2 倍とか 1.8 倍になるとこの差が大きくなりますよ。まあ暗算で計算しますけど2816ですから 9.6 ぐらいになるんですか、こちらが、1.8 倍だとすると8.8864ですから13点ぐらいになるんですかということになりますので、内申点でしっかり稼いでおいて注意レベルの高校には、その方が受かりやすいですよね。逆に注意レベルの越谷南高校に仮に、受験したいよということであれば、内申点で差がついてしまっているのに当日点でひっくり返そうとなるとなかなか至難の業ということにつながっていきますよ。ですので、しっかりと中学校での生活を、きちんと送るようにしてくださいねということになってきます。で昨日ちらっとお話ししましたけれども、県立の浦和高校、こういったところは内申点でも差がついていて、でさらにその上で、当日の得点でもしっかり稼いでねということになりますので、まあ、仮にの話ですけれども春日部高校を第一志望にしていて、内申点はちょっと足らないんだけれども、先ほどのこんなお子さんですね、 A 君のような形で38、38、最後は40まで伸ばしてきたようで、ここから、偏差値的にも上げていって、当日の得点力が増えていったということになったとしても、なかなかそこには難しい壁というのがあって、春日部高校ですと、内申点は、内申点の差は小さくなる方向ですけれども、浦和高校の場合特に一次選抜では大きくなる方向で計算されますので、ぜひそこは注意をしていただいて、で、その分余計にですね、肩を並べるところまでではなくて、もともと浦和高校を受験しようと思っていたであろう、まあ、例えばですけれども40、40、41みたいな形で、内申点を稼いで生きている、もともと年の当初今ぐらいからですね、もう浦和高校に行くんだぞという形で頑張ってきている、お子さんたちに肩を並べる点数、当日得点ではなかなか、厳しいものがありますよ。それをさらにここに2点あって、ここに2点あって、ここに1点違いがあるわけですから、5点の差をひっくり返して、あまりあるところまで当日得点を増やしていかないとなかなか合格は見えてこないということになりますので、安易にいい偏差値だけを見て、当日の得点でひっくり返せるんじゃないのかなという考えというのは、しっかり見極めていただいてから志望校、上へ上げるにしても下へ下げるにしても、考えていかなければいけないですよねということになっていきます。これでだいぶご理解いただけたんではないのかなと思っていますので、ちょっと長い話にはなってしまいましたけれども、ぜひご参考にしていただければなと思います。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。